今日も話題のニュースと国民の反応をお送りします。国民の反応チャンネルでキャスターを担当しているエマです。本日もよろしくお願いします。今回の話題のニュースは、高梨沙羅が謝罪、私のせいでみんなの人生を変えてしまった、 SNS で失格後初めて心境説明、今後を検討の国民の反応をお送りします。それでは早速一緒に見ていきましょう。北京五輪に出場していた高梨沙羅が8日にインスタグラムを更新しました。現在の心境も語っています。それは7日のノルディックスキージャンプ混合団体の1回目にスーツの規定違反で失格の結果に、総合的には日本は4位だった。その結果に号泣した高梨選手は破競技後取材に応じられませんでした。私も本当に悲しい気持ちになりました。インスタグラムの投稿で初めて思いを明かした高梨選手は、インスタグラムに真っ黒の画像を公開しました。その内容はメダルがなかったこと、違反してしまったことへの謝罪の内容になっています。それに最後まで諦めずに戦った日本チームにも感謝しています。今後の私の競技に関しては考える必要がありますとし、スキー競技が選手やチーム同士が純粋に喜び合える場であってほしいと願いを明かした。日本チームを応援してくださっているすべての皆様、今回私の男女混合団体戦での失格で日本チームみんなのメダルのチャンスを奪ってしまったこと、そして今までチームを応援してくださった皆様、そこに携わり支えてくださった皆様を深く失望させる結果となってしまったこと、誠に申し訳ありませんでした。私の失格のせいでみんなの人生を変えてしまったことは変わりようのない事実です。謝ってもメダルは返ってくることはなく、責任が取れるとも思っておりませんが、今後の私の競技に関しては考える必要があります。それほど大変なことをしてしまったこと、深く反省しております。そして私のせいでメダルを取れなかったにもかかわらず、最後の最後まで支え続けてくれた結城さん、郷谷さん、両進、そして日本チームのメンバーの皆様、スタッフの皆様には感謝してもしてきません。こんな私を受け入れてくれて本当にありがとうございました。この度は本当に申し訳ありませんでした。高梨沙羅さんのコメントになります。当チャンネルではこれからも話題のニュースと国民の反応をチェックしていこうと思います。ご覧いただきありがとうございます。それではこのニュースに関しての様々な反応を見ていきましょう。こちらです。高梨沙羅という日本のために長年戦ってくれた選手の選手生命をこんな形で終わらせるかもしれないなんてあってはならない。高梨選手の自分のせいという言葉が突き刺さります。応援するのみ、誰だって失敗や不条理に対面することがある。責任というのは逃れるのも良くないが、抱えすぎるのも同じように良くない。日本チームの皆さんはどなたも素晴らしい対応をされている。涙が出ました。とても辛いと思います。オリンピック自体は貴重な機会ですが、誰よりも勝ちたいのは選手たち自身なはず。コーチやスタッフなどの裏方も含めたジャパンチームみんながいろいろと感じてると思う。この4年、死に物狂いで頑張ったのでしょう。私はそれすら知らないものではありますが、どうかスポーツで得た以上の責任を自分に課さないでほしい。メダルを取ることより怪我なく納得いくジャンプができればそれでいい。検査に関して言うならば、抜き打ちは公平性に欠けるものであってやるならば、出場選手全員の検査を行うべき。メダルを逃したかもしれないけど、あの素晴らしいジャンプは忘れませんよ。もちろん高梨選手の責任ではないし、チームの責任でもないし、スーツメーカーの責任でもありません。高梨選手はじめ日本代表選手、ナイスジャンプでした。みんな怪我なくて本当に良かった。政治的なものや誰かが得するための祭典を世界中の人が見たいわけではないのだから、どの国の選手も人生かけている。
きっと想像つかない努力をしている。私が当たり前に楽しんでいることを我慢して競技にかけている。スタッフが注意する観点をきちんとマニュアル化しておけば、次回のメダル獲得の可能性が10分ある。そんな簡単じゃないと思うけど、ぜひ、這い上がってください。練習に耐えてこられた高梨沙羅には敬意を表したい。チーム全体で注意が足りなかったのでは。とにかく、今は、競技していることをいかに楽しむか、どこまで遠くまで飛べるか、夢中になってください。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。これからも、国民の反応チャンネルをよろしくお願いします。チャンネル登録と評価していただけると励みになります。本日は、キャスターのエマがお送りしました。またお会いしましょう。